じゃあこんにちは、はい、さゆたかさん、はい、まあ、交流戦が終わってちょっとリーグ戻るまで空いちゃうので、日数がドキドキするな。あ、やっぱりですか、あれですか、起きそうな感じがするもんな。ですよね、そうなんです。今ファンの方も、はい、トレードがここで1回ぐらい、あ、まずあるんじゃないかというふうなことで、いや、望んでんのかね、みんな。なんかね、どうなんだろうね、やっぱうわーっていうのが、サプライズ的なものが欲しい、なんかそんな気がします、うん、っていうふうなことをファンの方考えているので、 X のトレンドでも常にこのトレードという文字が踊っているんですけれどもそれは阿波踊りか、よさこいか、なんでしょうね、博多どんたくでもいいんですけど、終わっちゃったもう、あ、そう、はい、で踊っているというところで、はい、実はこの交流戦終了はトレード活発化の合図というふうな記事も出ています。終わるけどね、普通にやっときゃいや、何が合図だよ、合図っていう、やっぱりこの交流戦で今まで下位だったチームが、まあ、あの監督同士が話せるからね、あ、まあ、ドイツリーグのこうトレードっていうのはなかなかね、はい、成立しないというか、うん、でましてやそのサインがもう一度一からやり直さなきゃいけないとか、はい、まあ、いろいろあるんで、うん、リーグをまたぎたいよね、絶対そうですね、ということはその会った時に挨拶を交わしながら、うん、どうなんだみたいなちょっと今日今晩一杯ちょっと言いながら個室取ってるからみたいな、あ、まああるかもわからないよね。ですよね。あとはその交流戦でそれまでまあなかなか調子上がっていかなくて下位だったものが、交流戦で勢いづけて、あ、うち A クラスここから狙える、優勝狙えるっていうチームも実際出てきたわけで、そういったチームが補強して、まあ、7月31日までに優勝を目指していくっていうことも考えられますよね。で、そりゃそうだですよね。いや、だからそれに似合うトレードがないと、うん、まさにこれね、動かすっていうのはこう危険度もあって、はい、せっかくうまくいってたチームが、うん、ね、新しい血が入ることによってダメになるっていうケースもたまにあるからね、はい、いいことばっかり起きてるような感じがするけども、うん、悪いことだって起きる可能性だってあるわけだから、うんうんうん、そこは十分に注意しなきゃいけない。そうだね、うん、ただこう過去5年の実績を見てみると、やっぱりこの時期からトレードちょっと活発化していくんですけれども、過去5年間、2019年が6件、2020年6件、2021年7件、そして2022年が3件、そして去年は5件というふうに、うん、だいたい平均 5.4 件はトレードがあったというところなんですけれども、まずこの5年間で最もトレードを行った球団、チーム別で見てみると、巨人と楽天が過去5年ではやっぱり積極的に動いていると、まあ、過去5年はね、そうなんですよね、まあ、原監督の時代ね、そうです、そうです、まあ、だけどここ 2,3 年は日本ハム中日でしょ。日本ハム中日が多いんですよね。そうだよな。そうなんです、そうなんです。でちなみに今年はまだ1件しかトレード、3月だったんですけれども、郡選手と若林選手、まあ、巨人と日ハムのトレード1件だけというところなので、よりここから活発になっていくんじゃないかとファンの方は見ている。ズバリ豊さん、うん、交流戦後のトレードっていうのは可能性的にはどのぐらいな確率であると思いますか？俺は水面下ではね、うん、動いてると思うよ。もうこの前からっていうことですか？でも俺の頭の中で成立するトレードはない。ない、ない、ゼロ。売りたい株があっても買い手がいないとか、うん、需要と供給が、買いたい株があっても出さないとか、合わないんだ、買えないとか、はい、そういうことになってるかなっていうのは感じはするんだよね。動いてんのは動いてるよ、絶対に。まあそうですよね、きっと。でもサプライズが欲しいんでしょ、はい、サプライズが欲しいんだったら俺は考えるのは、はい、ネオと清宮だよ。めちゃくちゃサプライズですね。そう、それはこれはやっぱこうなぜか、はい、やっぱネオこのままじゃいけないし、はい、まあ、確かに、まあ、あっちの方の、ね、出身でね、うん、まあ、地元人気っていうのもあるし、はい、その選手を中日が出したって言ったら大変なことになるかもわからないけども、うん、まあ、だけどその選手の選手生命を考えると、うん、このままではいけないと思うんだよね。環境を変えてあげる、はい、まあ、指導者も変えてあげる、うん、で清宮もなんかこう環境を変えてあげる、はい、まあ、このままでもいいけどね、新庄監督がうまい具合にこうあれしてるけども、まあ、でもいっぺんに変えるんだったら、まあ、逆に言えば、はい、まあ、中日にセ・リーグに行かすとか、うん、まあ、そういうことで変わる可能性もあるしね、うん、でこれはもうよりセンセーショナルだったらっていうことなんで、まあそうだな、まあ、可能性としては本当に低いというかゼロに等しい。いや、でも新庄監督はそのぐらいのこと考えてると思う。例えばそ
そのいや日本ハムはやる必要性がないんだよ今はね、うん、やる必要性がない。ただやっぱ新しい刺激だとか、うん、新しい注目度を考えるんだったら、あそこのトレードはあるなっていうふうには考える人だよ、うん、でもう一度なんかこうこっちのチームに注目させるとかね、はい、それでこう抜けなくするとか、うんまあ、そういうことも考えてるだろうし、うん、だからそれはない話では俺はないとは思ってる。あとやっぱ新庄監督はやっぱり再生する能力がすごいというふうにファンからも言われているので、根尾投手を本当にピッチャーとして、うん、あの素晴らしくピッチャーにするのか、もう一度お前野手やってみろみたいなことになるの、二刀流にするのか、あそうわからない。矢沢、根尾、うん、二刀流、2人の二刀流がってことになる可能性ありますもんね。ただ中日はマルティネスファーストとキャッチャーそうですね、それも二刀流じゃ二刀流ですね、考えるタミヤの二刀流もあるからバッターとキャッチャー違う、キャッチャーとファーストってもうそれ言ったら日本ハムは誰でも二刀流になっちゃいますよね。まあ、それはそうかもわからんけど、はい、まあだけどなんかね、うん、その矢沢、根尾で2人で二刀流やるって1人じゃ苦しいかもわからんけど2人だったらできるだろうって。あいやでもなんか新庄監督ならそれをやりそうな気しますけれどもね。ただその中日側が清宮選手を欲しいかどうかっていうこともあると思うんですけど、そこはどうなんですか、中日的なことでいうと内野手で。まあ、内野手で、うん、まあまあファーストとかね、うん、まあそういうこともあるだろうけど、まあ三塁手もやったことあるし、はい、まあとりあえず外野手だってできると思う。そんな足が遅いわけではないから、うんうん、ただそのパリーグのピッチャーよりもセリーグのピッチャーの方が清宮は打つだろうなと思う、うんうん、であのパワーだったらバンテリンでもそんなに関係ない、はい、入れるときはしっかり入れるよ、うんうん、とかね。じゃあこの2チームがこの選手のトレードっていうのはそれぞれのチームがここからまた上昇していくためのトレード、刺激だな、刺激のためのトレード、まあ、もちろん戦力的にもハマったら使えるよ、うんうんまあ、だけどやっぱとりあえず刺激という意味で、うんうんまあ、将来性も含めてね、はい、あとファンの中で今一番言われているのが西武のピッチャーとこの DeNA の外野手があるじゃんかっていう、ものすごく漠然と失礼だ、はいはい、名前はもちろんないんですよ、漠然と失礼しすぎだろお前ただ多分お互いの要望がそこ一致するんじゃないのみたいな。例えば DeNA はやっぱりいい外野手が埋もれてるとなかなか出られないで、まあ、3つしかないからねポジション。そうなんですよ。でただ西武はやっぱ外野手欲しい、打てる外野手欲しい、 DeNA はやっぱ中継ぎとかのピッチャー欲しいっていうのはどうなんですか交流戦後、今この時期誰だよピッチャーって西武出せるとすると、うん、誰ですか。いないでしょ、なんかいそうです。そんな打てる外野手とさ、うん、そこら辺のお前ピッチャー変えないよ DeNA は変えないですか。いやそれだったら堀瑞貴と打てる外野手変える、うん、あ日本ハムか。でも日本ハム、でも日本ハムは外野手いらないから、あもういらないです。ほら水谷いて万波見てもな、うん、松越いて磯畑いてみたいな。そうですよね。誰もいらないもんね。江越くんまで待ってる守備が守備固めで。でそうですよね、うん、浅間選手もいるし。そうそうか、いらないんだよ。ああじゃあここやっぱそれなりの選手と変えないとさ、うん、別に無理してほしいわけじゃないから。ただ DeNA は坂本も伸びてるし、なんで西武西武が外野手欲しいですか。知らねえよそんな。なんで外野手欲しいですか。作れよ。何を外野手を。なかなか成長させりゃいいじゃん。今それがうまくいってなくてこの位置になったんです。なんでうまくいかないのかっていう、そっからだから。まずはまずね、まあでもあ、うん、そうだな、チャンスがある。まあ吉村みたいなね、第二の吉村みたいな、うんうん、まあ、選手っていうのはそれはやっぱりいるよ、たくさん。まあ名前を出していいか分からんけど関根なんていうのもちょっとかわいそうだけど、うんうんうん、はい、ベル幕がなくなってきてるよな、はい、まあ、桑原が右ということで、ね、ギリギリ出る幕はあるにしても、はい、それは探せばいっぱいいる。そうですよ、ね、DeNA は外野手で神里もいる。そうなんです、神里選手もいるし、ね、うん、でも神里が打てるかどうかっていうのは別問題だよな。あそうか、うん、まあ、そんなには打てないだろう、うん、移籍してもね、うん、まあ、だけど形にはなる。そうですよね、うん、外野手いるので。あとはそのちょっとこれもやっぱり X で言われてたのが、福谷投手がちょっとあの事情は言えませんがということで X にちょっとポストしたんですけれども、それ待機してたんだけどまた行かされちゃいましたみたいな感じで。どこで待機する。
一緒に呼ばれたんだけれども上に結局出番ないままみたいな感じでまたっていう感じ。登録されなかったんですか。そう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 いうことがちょっと載ってたんですよね。それ言っちゃっていいんだよいや事情は言えませんがみたいな事情言っちゃってるよね。だからもう今はみんなこれ福谷選手がなんかそういうことなのっていう、まあ、ずっと言われてるよね。トレードがあるんじゃないか、はい、まあ出た方がいいんじゃないかと、うん、まあ、使われないんだったら本当に出た方がいいよね、うん、ただ福谷クラスをじゃあどこが欲しいかなっていうと、うん、どこなんだろうね。そうですね、ピッチャー欲しいなって思っているところ。日本ハムいらないよ、申し訳ないけど。日本ハムはもう、まあそう、いらない、揃ってる。楽天なあ、まあでも楽天もこう若手にスイッチしてきてるからな、先発投手を、うん、福谷は先発やりたいんでしょ本来は。見たいですよね。だからまあ中日では先発やりたいって言ってるんでしょ。はい。で他で中継ぎやったら怒るよね。そうですね、あれ何やってんだお前みたいな確かにうちでお前中継ぎやってくれよみたいな。そうですね、なっちゃう。だから楽天も裏ないと思うんだよ。ここからやっぱり上位狙っていきたいチームでピッチャー、そっか同一だからやっぱりヤクルトはないでしょうし、特に。いや上位を狙っていけるだけのピッチャーの力があるんだったらいいよ。あー、バウアーみたいな。バウアー欲しいですね。いやだけどそうじゃないでしょ、中日でメンバーに入れてないわけだから。うん、それは厳しいよ、そんなトレードっつったって。そうなの、そんなに簡単に欲しいなんつって一人面倒見きれないよ。そうか、じゃあここも噂の域で成立せずに何か終わっていくのかなみたいな。そうだな、まあ、そこら辺が成立したとしても、うん、戦力に本当になっていけるかどうかっていうのは不安だよね。うん、そうか。あとどうですか、ここから上位優勝を狙っていきたいというふうになってきたチームでトレードをしたいなっていうチームっていうのありますか。交流戦でちょっと上を狙うことが見えてきたというところで、ここで補強しといてさらに8月9月10月でいきたい、こう上がっていきたいっていうチーム。それはさ、例えば、うん、まあ、DeNA が、うん、よしピッチャー補強したいと、うんうん、ね、で横山ロッテの、はい、あ、東と2人くれと、うん、くれるわけねえのかまあどっちか1人でもいいからくれと、はい、いやそしたら誰欲しいと、うん、ね、ロッテは、うん、ロッテは、うん、そしたら、まあ、外野手が欲しいってなれば、うん、ね、それは上里でも、うん、関根でも、はい、でキャッチャーもう1人つけるよみたいな、戸柱でもつけてもいいよみたいな、はい、いうことはあるかもな、うん、あれだけの力のあるピッチャーをくれるってなる。はい、まあ、1対1じゃなくて1対2でもいいよって、うん、いうことになるかも。かもからない、まあ、ウィンウィンというかお互いのそこの条件は合ってますよね。合ってるかどうか分かんないけどな、うんうんうん、まあ、合ってるかどうか分かんないけども、こう駒はやっぱこういい駒だから。そうです、ね、今名前を挙げた選手たちがチームに加わるとね、はい、まあ、ロッテも何でこう見出していかなきゃいけないかというとやっぱ足なんだよね、うん、関根もそうだし上里もそうだし、はい、あ、走れるしね、うん、だからそういった意味では、まあ、可能性がなくはないよね。そうですね。で DeNA が優勝狙うんであれば、本気であれば中の投手を誰か力のあるやつが欲しいよ、はい、そうなったらやっぱロッテの中継ぎ陣、うん、横山とか、はい、ああいう東條がいないんだけど、東條はどうしたのかな。ロッテの東條どこ行ったんかな。そうですね、名前いやだからああいう系の、まあ、変則でもいいから、うん、でも変則いるんだけどな、ベイスターズで、うん、まあ、だけどキャリアがない、うん、そうなったらやっぱキャリアのあるああいったピッチャーを誰か出して取れるんだったら取りたいよね。そうですね、うん、そうすることによってやっぱ優勝とかこの勢いをそのまま行きたいですよね、ベイスターズは。あとはそのファンの方が言ってるのはやっぱり日本ハムの外野手の選手っていい選手たちが埋もれていると例えば、まあ、浅間選手であったりとか、まあ、今川選手とか、ああ、まあ、あと何して言うと清水選手とか、そういった選手たちが例えばまた新たなところでポジションを得られるっていうことでトレードがあるのかなとか。じゃあ日本ハム誰欲しいってなると誰ももういらないかみたいになっちゃう。いや日本ハムはやっぱりピッチャーが欲しいと思う、うん、キャリアのある中継ぎ陣が、はい、欲しいと思う、うん、それだったら今川と清水を阪神、うん、阪神か、はい、今川選手と清水選手、うんうん、でも縦振り嫌いだからな岡田監督はね、岡田さんだって今川選手
中岡田さんな嫌いやからなあれやな困ったもんやな。確かにでも浅間選手などは本当にいい選手だから、まあ、ただ飛鳥左っていうよりはやっぱり右が欲しいと思うよ、うん、の長打が打てるやつ、はい、そしたら今川なんかもう最適なんだけどねで清水もいいバッティングしてるからさうんそれはいいと思う、うんうんうん、清水なんか本当打つからあの子は、はい、いいと思う、いいと思う。あそう、まあ、阪神は今ねそういう長打とか得点力がこう出せるようなバッター欲しいなとは思っているとは岡田監督、うん、まあその清水はやっぱこうコンスタントに打てる技術あるし、うん、今がもう慣れてくると、はい、やっぱ長打も打てるし、うん、まあ、勝負強さもあると思うんだよなあの子は、うん、だからこのまま埋もらすっていうことはちょっともったいないよね。そうですよね。で阪神できて起爆剤みたいな形で得点とかホームランではないですけど長打打ってくれれば上にさらに上がっていけるチャンスっていうのは阪神もちろんありますね。清水はそんなに縦振りではないんだけど、うん、今は完全に縦振りだから、うん、これがやっぱ中日にも合わないだろうなと。あ、違う、そうか、そうか、指揮官によってまた違いますからね。全然違うんだよね。そうですよね。だからまあヤクルトっていう話もあるよね。そうなってくるとヤクルトは打っちゃいいからさ。あ、そうです。何ぶりでも。そうでしょ、はい、いや、それでキャッチャーが今故障者でいないんだったら、あ、もう清水と今川、もう今川セット。ちょっと待って、なんで全部セットに今川いやいや、もう出れるとこ探してるから。それはもう新庄監督もやっぱチャンスをあげてるけど、うん、やっぱなかなかチャンスをものにできないんだったら、まあ、他行くしかないよね。はい、ただそのヤクルトも余裕がないからさ。ね、はい、ピッチャーに、うん、なかなか難しいけどな。出すとなるとそうですよね。うん、まあそうなったとしたら、そう、石山出さないですね。出さないかな。出せないですよね。そうかな、うん。ワンチャンあります？石山選手。いや2対1だったらあると思う。清水選手と今川選手とこの石山選手の2-1。そうか。1枚。逆だよね。ピアチュー出すからピッチャーくれって逆にしてくれみたいな。あ、こっちもパターン的にはね。そうですよね、うん、そうか。だから言ったようにそのこの選手欲しいけどなかなかうまくこう需要と供給が合わないからフォアさんになってしまってるトレードっていうのはいや結構あると思う。いくつもあるでしょうね。いや、まあ、合わないと思うよ。そうか。まあ、あの新庄監督は出血で出してる時期があったけども、はい、でもちゃんと自分たちで巻き取って、うん、戦力にしてるじゃんな。してます、はい、だからトレードが成功してるみたいだけども、うん、でもバランス的には出血だよね、うん、実績とか考えたら、はい、でもそういうトレードがもう日本ハムはできないよ。そうですね。日本ハムの選手は優秀だよお前も。いやそうなんですよ今。いや本当に、うん、だから俺は折り合い合わないと思う。まあ、一時期一番多かったのが日本ハムと中日間でのトレードがやっぱり多かったんですけどもちょっと出す選手がいないってことですよね、うん、で欲しい選手も特にっていうポジション的に日本ハムはね、うん、ですね。自前でなんとかもう全然できるよっていうから動こうとしてる人があんまりもう動かなくていいと思ったら、うん、トレードはやっぱあんまり成立しない。日本ハムそうですね。で吉井監督もあんまり積極的でもないし、うん、渡辺知恵も大黒監督もそんなに積極的に動けないでしょ、まあ、この状況じゃそうですよね。いやいや立場的にさそれだったらカズオの時に動いといてやれよって言われるよ、はい、そりゃそうですね。そうでしょ、うん、でオリックスは状態良くなってきてるし、あ、もういいです。でソフトバンクは余計なもんことしない方がいいし。ピッチャーはどうですか。中継ぎで例えば左だったりとかもうちょっと欲しいな。も左も右も関係なく抑えるから大丈夫だよソフトバンクはもういい。いや、俺はいいと思う。ああ、そうかそうか。そりゃいるもん、まあ、あそこは。なるほど。ってなると、そうか。ただやっぱりおっしゃってたそのベイスターズが、まあベイスターズはね、うん、あの中継ぎを1枚加えてもいいよね、うん、だからどこに焦点を当てるかだよ、はい、だから堀っていうのを当てといて、うん、まあ日本ハムが要望する選手が出せるか出せないか、はい、だと思うしね、うんうん。他はそんな欲してるとこって、まあ、そうそう、まあ、ヤクルトももしチャンスがあれば、まあ、あの、なんていうの、楽天の島内とか、はい、左バッターの岡島、岡島、あベテラン、これが大郷とか辰巳だとか、うん、ああいう成長とともにちょっと働き場がっていうことを考えると売り時なんだよね、うん、今動かすとしたら、はい、そしたら阪神とあるかも
なるほど、阪神とか。なかなか阪神のトレード、ジャイアンツもあるかも。さらにってことですね、でも豊かさん的に考える交流戦後のトレードはさっき、まあね、ないというふうには、いや、相当な数は動いてるはずなんだよ、だけど折り合いがつかないと思うんだよね、チームのバランスとかいろいろ考えると、でサプライズを考えるんだったら根尾と清宮が一番プロ野球としては面白いという。そうですね、甲子園の両方ともスターだし。そうですよ、ね、ドラフト1位ですし。そう、ちょっと伸び悩んでるという両選手だから、環境を変えてドラーンみたいな。そうですよ ねドラーンみたいないやいやいや、多分スポーツ紙の一面になるとは思うんですけど。それはなる、はい、なると思うんですけど。交流戦後のトレード、例年ですと何かしら動きがあるというのがプロ野球界なんですけども、果たして今シーズン交流戦後あるのか、はい、はたまた7月31日までの間に何件かあるのか。何件かはある可能性はあるけども、これをこうチームの順位を変えるほどの、多分トレードはなかなか厳しいと思う。それは厳しい、そこまでのものは厳しいということなんですね。はい。